始まりを告げる青い月。真紅を揺る赤い月。闇夜を照らす黒い月。すべてを癒す白い月。月が怪しく輝く夜に語られる四つの物語。それは勇ましくも悲しく祈りと懺悔に満ち満ちている。彼は目覚め、時の果てを目指し、少女は自分での刃で獣を狩る。世界の終焉に絶望する人々を包み込むは、まばゆき闇と無くなる銀幕。そして次はただ一人世界を照らし続ける。果てしなく無限に続いてゆくこの世界を、あなたの見上げた空の次は何色に輝いていますか。「翼となる」